でございます。キルキ島はシラデイア島の通路を作る。いいですね。どうもありがとうございます。私は絵を聞くこともできます。さくらさんは絵を描くことができないと思いました。うるさい。あ、すみません。外に行きませんか。村神様は北海道へ行ったことがおありですか。はい、7歳の時住んでいたことがでございました。そうですか。北海道へ住んでいた時何をなさいましたか。僕は馬に乗ることをやりました。素晴らしいですね。そう、私と試合をしてもいいですか。そうですか。はい。はい。あー、やー、やー、うわもういたよ。あいつはスポーツがあまり好きじゃない。あいつは若い時からいいままで、とっても不器用な人だよ。もう分かってください。うるさい。さあ、紫さん、人はどう思いますか。え？私？うん。リボを使いますよ。ビーボー？はい、使いますよ。朝に起きてビーボーを調べて、私のビーボーのページで春秋様は可愛いコメントを書きますね。そしてコメントはと言います。それから私心はトキトキですよ。いらっしゃいませ。おはようございます。どうぞ。ありがとう。次の私の上へビデオゲームを遊びに来ます。ゲームはどちらがしますか。こちらです。春秋様は換算です。ああ、私の一番ゲームですよ。とても幸せですね。春秋様は私のになりますよ。一番ハートは誰ですか。ああ、クラブです。とてもハンサムで強いですね。春秋様は？僕もそう。あー、そう。あー、刺激的ですね。クラウドも一番キャラクターです。それから私の目を見て後に追います。あ、そうですね。じゃあ、週末はコンベンションですね。行きましょうか。はい、行きますよ。紫さんは
コスプレが好きですか？はい、好きです。コスプレをしましょうか？はい。そして、コンベンションへ行きます。私はエルスになる。春明様はクラウドになります。ああ、春明様はとてもかわいい。マンゴーは最後が欲しいですね。僕こそ、この先きっと待ちますよ。出してください。はい。どうぞ、ありがとうございます。ところで、あなたの友達は、僕のヒットの服を…キュントが好きじゃありません。え？うるさい。これでいいです。じゃあそれは…え？なんだよ。じゃあ私と紫さん、じゃあじゃんけんしょ。じゃんけんしょ。じゃんけんしょ。勝ちますよ。え、すみません。ダメだ。じゃあ明日ね。今日私はサッカーをしました。サッカーの試合でたくさんゴールを決めました。そして試合に勝ちました。私のおかげでチームメートはみんなを喜んだ。それから、誰か見えませんか？ある方見えますか？いいえ、でも…わっ、来た。早く、やだやだ、これはゴルフだよ。すみません。私は石井です。どうぞよろしくお願いします。ビーボーがありますか？明日は休みですか？すいませんが、私は女の人が好きじゃありませんね。すいません。やっぱり。すいません。すいません。すみません。皆さんは大丈夫でしょう。きっとお金持ちで強くて、しかもオタクでハンスムな男の人はたくさんいますよ。